頼むよ。もうストレートですね、はい、逃げない。いい加減にしろよ。おい、逆境に立ち向かっていくってことです。そういう意味ですか。立ち向かうってことよね。そう、そういう意味ですね。見てみこのシャッターチャンス、ね、そうですね、本当はゆっくりできる予定もあったんですけども、なんかいろんなことがありまして、はい、年末にありましたね。それからですね、休みもなくということで、はい、いろんなこと何ありました。確かに何かありました。何かあったっていうか、何かに当たったらしい。とりあえず1枚ずつ引いてください。さあ、ではそのカードを一斉にオープン。ポンポン。うわ、これしかない。じゃあ、うん、もうこれいっちゃいます。なんだ、はい、なんだ。ドンドン。お、何。お、白いワイルドカードが出ました。置いてください。何ですかこれは。はい、これはですね、2016年の最高月収は、はい、吉村さん。お前いい加減。いや、気になりますよね。いや、だもう最高月収を何かで例えるか、はいはいはい、ベガスでいくら負けたか。ベガスで負けた額を300万です。うわ、よし、ここで、お、うん、なんだ、白いワイルドカードだ。うので一発ギャグ。お、よし、ノンスタイル石田さんで。バカかお前。オーノー、井上にリアルにドローフォン。いいじゃん。頼むよ。もうストレートですね、はい、逃げない。いい加減にしろよ。おい、逆境に立ち向かっていくってことです。そういう意味ですか。立ち向かうってことよね。そうです。だからそういう意味、見てみこのシャッターチャンス、ね、深い意味もネガティブな要素も何もないですか。はい、本当に前に向かって走るのみやと。走まあ目標としまして、UNOに負けないような、カードゲームを作ろうというのが結構夢でもあったんですけども、今ちょっともう目標も変わりまして、UNO に負けないような、人気のコンビになれればなと思っておりますので、ぜひ、温かい、ね、温かい、気持ちで見ていた、うん、見ていただけたらなと思っております。ね、ちょうどあの日から1ヶ月経ちました。スピンになられながら UNO、うまいこと言いますね。でも一応 UNO 上もいるんで。まあ連絡はしょっちゅう来ますけどもね。はい、だから大晦日にも LINE が来まして、良いお年をって来て、寝てんのかって言いました。でもずっとまだ家にいるみたいで、まあでも後輩とかが、はい、まあいるんで、うん、後輩たちがご飯の世話してくれたりとか、うん、そんなこともしてくれてるみたい。あの意見以来僕はまだ会ってないです。本当に僕基本的に LINE ももともとブロックしてたんで、これを機に解除したという。そうなんす。どうなんですかね、僕もまだ詳しいことは何も聞いてないんで、うん、はい、まあ井上からの報告を待ってる形ですね、はい、で、こっから増えますよね。こっから大丈夫。一個枠が空いたの、ポジティブっていう枠。いや、そう狙っていこう。じゃあポジティブキャラ、だから髪型をこっちにちょっと髪型をさ、喉と腰の調子がずっと悪かったんで、うん、それ直しておいてください。早く行くぞ、本当に。あー、あらめろ、謝れ、謝れ、すいません、早く行く。